米国女子級シリーズ2日マグノリアグローブクロッシングズコース6664はイ d フォールズコース6643はイ d フォールズコースを回った勝みなみ。クロッシングズコースの西村優奈は共に70でプレーし、スーさんは1アン,アンダーで2日目を終えた。残り2日も2コースを回り、上位70位タイまでが、 8日から同じアラバマ州のハイランドオックスボルフクラブで始まる2周目に進む。3位から出た四季西悟里は、クロッシングズコースで73とスコアを落とし、通算イーブンパーの6 1位に後び去りした。来期のレギュラーツアーの出場権を争う級シリーズには、シード創出者をはじめ、カブエクソンツアー選手、四季西ら2次予選会通過者、 世界ランク上位者の勝ち。西村らが参戦した。2周目を終えた時点での上位45位体までの選手がツアーカードを獲得。レギュラーツアーで多くの出場機会を得るためには、カテゴリー14の資格が付与される20位体に入る必要がある。昨年は、古江彩香が単独7い3日クロッシングコース勝ち選手最終組西村選手その一つ前の組スタート。 午後から雨予想のためスコアメイクに苦労しそう。4日は西村選手曰くセカンド3番ウッドでも届かないミドルホールが複数あるフォールズコースでのラウンド。日本人3選手とも第1次予選突破に向け最初の正念場を迎えそうだが、粘り強く予選突破はもちろんのこと上位進出を目指して頑張ってほしい。順位はそれぞれ5 3位ですが、 内容を見てるとマサルさんも西村さんも悪くない。マサルさんは前半はパーを重ねる我慢のゴルフだったが、後半からここまで苦しんできたパッドが入り出した。西村さんもベタピンが見られるようになり、ショットは良くなった。パッドのフィーリングが良くなれば、PAR5 でしっかり取り、PAR4 ではパーセーブに徹して、PAR3 もできれば、 バーディの計算に入れていきたい。日本女子プロゴルフ協会ツアー特有のあまりにもバリエーションに富んだコースを旧シリーズの段階から体験しているようですね。二人とも前週からアメリカ入りせずに最終戦に出場したのは、今年行った人が活躍したので少し軽く考えていたのかと言われるのも仕方がないかもしれない。一生を決めることだから、慎重に慎重を期すべきだったか。 まだ二日目。あと六日どうなるかはわからないが、まずは前半四日間を何とか乗り切って、後半へ生き残らなければならないのですね。とてもタフな予選会。体力だけじゃなく、8日間メンタルを強く保つのも大変だと思う。二日目ちょっと崩れたけど、四季に資産も頑張ってほしい。こうしてみると、古江山屋部のさんは実力があったんですね。 好不調があると思いますので、結果に縛られずに頑張って欲しいですね。明日はお昼過ぎから天候が悪くなる予報なので耐える一日になるのかもしれませんね。とにかくあと二日頑張って予選を通って二周目に向けていけますように。日本人の皆様頑張ってください。普段の大会なら予選落ちしても、気分を切り替えて次頑張ろうって言えるけど、この大会は 20位以内に入るというミッションがあるから、見ている方も緊張します。しかもまだ県外だからなおさらです。パー71と72だから共に70では無アンダーなのですね。しかし2つのコースを交互に回るようですが、天候やコースコンディションで不公平にならないのでしょうか。ゆうなちゃんには頑張ってもらいたいけど、来年国内で見られないのは寂しい。けど、 やっぱり笑ってる顔が見たいので、頑張れ。厳しいが開かれてアメリカツアー。挑戦できる環境が素晴らしいですね。お三方の巻き返しを祈ってます。米女子ゴルフツアーの来期出場資格を争う最終予選会は2日。アラバマ州マグノリアグローブの2コースで第2ラウンドが行われ。6位位から出た西村優奈は4バーディ。 スーボギーと二つスコアを伸ばし、通算は1アンダーの5三位に浮上した。かつ南も一つ伸ばして、通算は1アンダーの5三位。四季西悟里は一つ落として、通算位分パー61位に後び去りした。パー5で確実にバーディーを重ねた。距離も芝も長く、ランが出ないフェアウェイ。西村はパー4で入っもアイアンが握れなくて精神的にもきつい特徴する。 それでも粘り強くチャンスを待ち、勝負どころでショット力が抑えた。パー5で3つ、パー4で1つのバーディーを奪い、スコアを2つ伸ばして順位を上げた。最終予選会は計8ラウンドの長丁場。45位以内が来期出場資格を得る。ショートパットは自信を持って打てたと話す一方、ショットは試行錯誤が続く。 体を閉じることだけを意識してやりました。ドライバーはいい当たりがありましたが、セカンドショットは右にも左にも出ていたので、調整が必要とラウンド後は、早速、練習場に向かった、南も続いた誤算勝ちは、ショットが安定してきた後半にらしさを見せた。前半、は一つスコアを落として折り返す。ちょっと考えすぎている部分があった。 自分の打ちやすい打ち方で振った方がいいと思い切り振るようにしました。後半はいいリズムで回れましたと笑顔を見せた。気温の上昇とともにショットは切れ味が増し、後半は3つのバーディーを奪い、アンダーパーのラウンドとなった。西村優奈選手、いつも笑顔で素敵です。一打一打集中して頑張ってください。ユナちゃんのゴルフを見てるとおっちゃんは楽しくなります。 あの精密機械のようなプレー少しでも近づきたいと。今日も寒風の中、そぶりをしておりますよ。米女子ツアーのライキシード権をかけた最終予選会は2日。米アラバマ州のマグノリアグローブの2コースで第2ラウンドが行われた。かつ南はフォールズコースで、西村イエナはクロッシングスコースで共に70を記録し、 通算1アンダー53位体。四季西悟里は、クロッシングズコースで73と落とし、通算イーブンパー61位体に後飛びさりしている。第1週、第2週と2週間にわたり計8ラウンドで実施、70位体までが第2週に進み、最終的に45位体までに入れば、ツアーメンバーの資格を獲得。 20位タイまでに入るとより多くの試合に出場できる。勝みなみ、西村優奈は、国内にいれば1億円はコンスタントに稼げるのに、あえて環境変わって大変なベイツアーに挑戦するのは勇気がいること。部の震え佐藤がある程度の実績を残してるのでやれると確信してきてるのでしょうね。勝みなみは、ベイツアーでも通用する飛距離があるので期待しています。 二人はナショナルチーム出身で、ゴルフエリート、死にしさとる里は、25歳で国内ではずっとプロテストを落ちているので、海外ツアー挑戦にとにかく成功しなければ後がない年齢、変に二人に対抗心など持たず、コースとの戦い、目の前の一打に集中して、ツアーメンバーの資格を得て欲しい。渋野も同じ雑草ポジションから這い上がって、現在がある。 アメリカ、ドリームを期待します。西村選手にとっては、アンラッキーな1ステージの様子。フェアウェイが緩く、長いコースにキャリーで不利な展開が続く。そして、3日は雨予報らしい。